ササラちゃんが寝込んだ。ササラちゃん具合はどう大丈夫全然ダメ。すごいしんどいよ。体中がだるいよ。そう。それは心配ね。でも、ササラちゃんが寝込むなんて珍しいわね。まあ、今はこんなご時世だから、しばらく自宅待機で様子を見るしかないわね。 むーぅだ、大丈夫よ、きっとただの風よ。う、んいやー、それにしてもつずみちゃん、すごい格好だね。そうなのよ。どこにもマスク売ってなかったから仕方なく代わりに防護服買ったのよ。さすがつずみちゃん、徹底しているね。そういう高橋さんだってちゃんと普通のマスクしてるじゃない。そうなんだよ。どこにもマスク売ってなかったから。 仕方なくメルクリで買ったんだよ。でも、高橋さんはマスクをつける前に、まず服を着た方がいいわね。はははは、づみちゃんにはかなわないな。おい、何考えてんだ高橋。頭おかしいだろ高橋。こいつマジでつまみ出してよ。今すぐこの家からつまみ出してよ。つーか、うちの門もなんでこんな単一の不審者、普通に招き入れてんだよ。ほんと勘弁してくれよ。ささらちゃん ちょっとそこのタートルネック借りるわよ。おい、何をする気だおい、よせ、よすんだ。何人の服勝手に高橋に着せようとしてんだ。はい、これでオッケーうわあ、ありがとう、鈴美ちゃん。これなら口と鼻を同時に隠せて安心でしょ全然安心じゃねえよ。単一の時より余計に卑猥になってるだろうが、一つ上の男じゃねえんだぞ。高橋さんとてもよく似合ってるわ。素敵よ。うふふふ。 照れちゃうな。こいつら、用が済んだなら早く帰ってくんねえかな。今日はお見舞いの品というか、ササラちゃんにプレゼントを用意したのよ。プレゼントって、お誕生日パーティーじゃないんだし。はい。私からのプレゼントは、チェビオ、クリエイティブスタジオよ。もういいよ。今はチェビオとか。ってこれ、微妙にチェビオじゃないよね。似てるけど全然別のやつだよね。 去年リリースされたばかりなのにある意味チェビオよりずっと流行ってるやつだよね。間違っても人にプレゼントしちゃダメなやつだよね。僕からのプレゼントはこれさ。なーに、この色紙。ラーメン大好きキャラとして、どんな苦しい時でもラーメンのことだけ考えて生きていこうという、僕の決意表明さ。苦しいのはこっちなんだよ。お前は何も苦しくないだろ。ラーメンキングダムってなんだよ。意味わかんねえよ。 伸びたラーメンを喉に詰まらせて窒息して欲しいよ、まったく。それじゃあ私たちはそろそろおいとまするわね。ササラちゃんを大事に、しっかり休んで早く良くなるのよ。ああ、お前らもな、そして高橋はそのタートルネックを置いていけ。でも良かったわ。ササラちゃんさっきよりだいぶ元気になったみたいじゃない全然元気じゃねえよ。